こんにちは、かけむらです。だんだんですね、またネタがなくなってきたんですけれども、すいません、今日もまた炭酸ものです。今日はコカ・コーラチェリーですね、ドクターペッパーとかのリクエストいただいてるんですけれども、ちょっとなかなかなくて、今日はすいません、コカ・コーラチェリーの動画ご一緒にご覧いただきたいと思います。それではしましたら、まず原材料名の方からご一緒にご覧いただきたいと思います。こちらですね、加糖ぶどう糖液糖、カラメル色素、炭酸、香料、カフェインということです。あとエネルギーの方は 100ml あたり 48kcal です。うおー、すげえ。炭酸が強いんですかね。振ってはないんですけれども。はい、こちらがコカ・コーラチェリーの中身です。チェリー味がするんでしょうか。ちょっと匂いチェックしてみます。匂いは言われてみればチェリーの香りもするんじゃないかなっていう感じですかね。それではお味の方チェックしてみたいと思います。なんとなくチェリーみたいな感じもするんですけれども、なんか薬みたいな味がしますね。すいません、ちょっともう一回チェックしてみます。味はコーラなんですけれども、まずくはないです。ただ、鼻につく、チェリーの香りが、少し、嫌味な感じになっている感じで、変な、そうですね、例えになると、ドクターペッパーよりもちょっとマシな味でしょうか。ちょっと近いものがあると思います。これやったら普通のコーラ飲んでた方が全然美味しいと思うんですけれども、なんでこんなもん出したんでしょうかですよね。すいません、マスクはないです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。